い、どうも、芸能界で25年以上仕事をしてますテレシンです。今回はタバコを吸っている意外な女性芸能人ランキングトップ35。テレビや映画を見て、あの人気女優さん超清純派だからプライベートも絶対ピュアな感じみたいに思ったことありません？特に女優さんは役とかのイメージで純粋な印象もあると思いますが、あれはあくまでも役です。清純派の女優さんも裏ではガンガンタバコ吸ってますから、はい。このチャンネルでは芸能関係者ならではの視点で芸能界の裏側を語っていきますので、見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。35位、華原朋美さん。一時期芸能活動を休止、精神安定剤を大量に飲み救急搬送、その後復帰するためにタバコをやめたそうです。34位、真鍋かおりさん。今はお子さんがいらっしゃるのでやめたのではと言われてます。33位、渡辺直美さん。普通に都内の喫煙所などで目撃情報が多数あります。32位、田中美穂さん。ネットでは顔が可愛いからタバコを吸ってるのはショックなどの声がたくさんありました。31位、秋元由里さん。アナウンサーのイメージがある中、歩きタバコの様子が報道され非難が殺到。30位、平成の歌姫浜崎あゆみさん。お子さんができてからはやめたのではと言われてます。29位、小泉今日子さん。タバコを吸ってるところの撮影っていうのは芸能人は嫌がるんですが、小泉さんは普通に OK です。28位、道端アンジェリカさん。ブログで公表されたこちらの画像に驚いた方も多かったようです。27位、スザンヌさん。若い頃はかなりやんちゃだったようです。現在はお子さんもいらっしゃるのでやめてるのかもしれません。26位、元 AKB 板野友美さん。お泊まりデート報道で喫煙が判明。お泊まり報道よりともちんがタバコを吸うという方に注目した人が多かったようです。25位、満島ひかりさん。普段からタバコを吸っているのは女優として自然に役に生かすためかもしれません。24位、小野真知子さん。現場でもヘビースモーカーと言われてます。女優さんの場合役で生かせるので、ある意味仕事の延長と言えるのかもしれません。23位、片瀬奈々さん。このプリクラの感じで分かりますね。完全元ヤンです。画像が流出して謝罪文を出しました。22位、小雪さん。現在は3人のお子さんもいることからタバコはやめているそうです。21位、松たか子さん。現在はお子さんもいらっしゃるのでやめている可能性が高いです。20位、宇多田ヒカルさん。ヘビースモーカーということではないようですが、喫煙者ではあるようです。19位、愛子さん。厚生労働省が発表している世界喫煙デー、2002年に卒園表彰を受け、喫煙者から禁煙者になりました。18位、長澤まさみさん。一般の方からの目撃情報をよく耳にします。17位、元乃木坂西野七瀬さん。映画の役の練習のため撮影前から吸っていたと考えられます。16位、柳原加奈子さん。普通に楽屋などで吸っていたようです。現在はお子さんも生まれ辞めているのではないでしょうか。15位、元 AKB 前田敦子さん。不動のセンターのイメージが強いと思います。現在はお子さんも生まれ辞めているようです。14位、黒木春さん。清純派女優というイメージが強かったため好感度が下がってしまったようです。13位、長崎ひろみさん。以前雑誌のインタビューでヘビースモーカーであると発言。12位、水原希子さん。10代の頃タバコを吸っていたとして雑誌セブンティーンを解雇。一般の方からの目撃情報もあるので現在も喫煙者である可能性が高いです。11位、鳴海莉子さん。週刊誌のスクープがきっかけで喫煙者であることが判明。10位、堀北真希さん。撮影前から練習で喫煙、吸っていたのはネオシーダーという禁煙目的で使われるもの。9位、堀北真希さんの妹七海さん。朝まで飲んで記憶をなくすこともあるそうです。8位、柴崎幸さん。高校時代から吸っていたという噂もありますが、役のために吸っているということも考えられます。7位、広末涼子さん。スタンバイ中もタバコを吸うほどの喫煙者だったようです。現在はお子さんもいらっしゃるのでやめている可能性が高いです。6位、松岡茉優さん。週刊誌のスクープで喫煙者であることが分かりました。5位、北川景子さん。撮影現場でタバコを吸っているところを目撃されています。4位、蒼井優さん。普段の印象から喫煙者というのは意外と思われる方も多いようです。3位、綾瀬はるかさん。この画像でよく喫煙者と言われてますが、よく見るとこれタバコじゃなくてグリーンガムみたいなお菓子のように見えます。役で吸うことはあるので練習中を目撃され喫煙者となった可能性は高いです。2位、佐々木のぞみさん。今の印象からは想像できないと思います。見ての通りがっつり元ヤンです。まあ今お子さんがいらっしゃるのでやめてる可能性が高いです。そして第1位、レジェンド安室奈美恵さん。週刊誌のスクープにより喫煙者であることが判明。これまでのイメージから喫煙者であるというのは意外と思われた方もとても多かったようです。はい、ということで今回はタバコを吸っている意外な女性芸能人ランキングトップ35でした。まあ、特に女優さんの場合はね、役によってこう体重を増やしたり減らしたりということもあるので、まあ、いつでもねこうタバコを吸う役が来てもいいように日頃からそれを意識して吸われているという方もいらっしゃると思います。まあ、ですのでお芝居をやられている方に関しては半分は仕事のようなものでプロ意識が高いということでもありますね。ということでこのチャンネルでは芸能界の裏側裏話などをお届け
届けしていきます。今回の内容ちょっと面白かったかもと思われる方は高評価ボタン、いいねをいただけると私はとっても喜びます。またこんなちょっとした芸能界の裏話をまた聞きたいという方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。テレシンでした。